هل تقارب أخلاق اليابانيين بأخلاق المسلمين يساهم في إقبالهم على الإسلام؟ بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة私の名前はユウキ・アーシアです。私は日本に住んでいる日本人のムスリマです。今28歳で東京のアッサラン・マシドで働いています。امرأة مسلمة أهدتها ماء زمزم حملته من مكة إلى اليابان مما جعلها تتساءل ما الذي يجعل هذه المرأة تهديني شيئا ثمينا في معتقدها؟ آسيا لماذا بحثت عن الإسلام؟ 私が最初にイスラムに出会ったのは私がまだ17歳の頃だったのですけどでも最初はイスラムを探してたのではなく人生の意味どうして私はこのドゥンヤに生きているかその意味を考えているうちにイスラムに出会うことができましたしかし日本では、その当時はイスラムについて悪いイメージやムスリムについて悪いイメージがたくさんあったのですがでもそれでもイスラムを自分でもっと知りたいそういうふうに思ってから自分で本を読んで勉強を始めたのですけどその本を読んでいくうちにイスラムについて書いてあることが今までメディアなどで言われてたことと全然違ってそれで驚きましたその後イスラムをもっと勉強しようと思いましたが انتقلت آسيا من مدينتها إلى طوكيو بحثاً عن الإسلام وذلك لقلة المراكز الإسلامية والمسلمين هناك 私が最初にインドネシアのお母さんに会ったのは私が18歳の時で私が地元でマスジドもいないしムスリムもほとんどいない人のところから東京に来てイスラムのことをもっと知りたいと思っていました私が街を歩いている時偶然インドネシア の, スパイスショップを見つけてそこでヒジャーブをしていた女の人が働いていたので声をかけるとムスリマの人で私にもっとイスラムの話を教えてくれませんかと声をかけましたそれから彼女は私を東京での娘のように可愛がってくれています المرأة الأندونيسية كان لها فضل كبير جدا عليك وعلى إسلامك ما الذي حدث بينك وبينها 私は毎週まずそこに通って彼女とイスラムの話をしてそしてイスラムのことを少しずつ彼女から本で覚えるようなことで勉強することではなく彼女の行動だったりその私に対しての接し方いろんな人に対してどういうふうにこう関係を持っているかそういうことを彼女は言葉ではなく行動で見せてくれました كانت معاملة المرأة الأندونيسية تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجهそしてある日私が彼女がハッジに行ったんですけどハッジの後帰ってきてうちに招待してくれた時に私を呼んで一緒に台所に行ったんですねで台所で白いポリタンクがあってそれを見たんですけどこれは何ですかって聞いたら聖なるマッカから来たお水ですよって言われて私とインドネシアのママのと一緒にたくさんの思い出がありますがでもその中でも一番今ずっと覚えているのが彼女が私をうちに招待してくれてまだムスリムでなかったにかかわらず私にザムザムの水を飲ませてくれたことですこのことは一生忘れることができない思い出の一つです彼女がこれを自分で持ってきて
子供たちに少しずつ分けているんですね。で、そして子供たちに分けた一つのうちに私の分も用意してくれて、私はそれを一緒に飲みました。で、彼女が飲む前に、彼女が勇気アシア何かお願い事をしてから飲むといいよって言ってくれて、私はその時ムスリムになりたいですというふうに神様にお願いして飲みました。その時彼女はこんな貴重な水をムスリムでない私に飲ませてくれたことに本当に感謝して、飲みながら涙が出てきて止まりませんでした。هل شعرت فعلا أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعائك عندما دعيت هذا الدعاء وأنت تشربين ماء زمزم؟ إسلام に入るまで الله は私にとって遠い存在だと思っていました。そして الله に近づこうと思って勉強したり心の中でお祈りしたりしていたんですが、後でイスラムになってムスリムになって気づいたのは、الله は私が生まれる前から、私が生まれた時もずっと私のそばに一緒にいてくださって私を見ていたということに気づきました。كانت ناشطة في حقوق المرأة قبل إسلامها واليوم وجدت أن أفضل حقوق المرأة في تطبيق الشريعة الإسلامية. それは日本では昔よりも女性が社会進出も進んで、たくさん女性が働いたりして、私もそうすることが正しいと思っていました。外で働いて、家で家事をして、でも本当のイスラームでいう日本の女性と男性の平等っていう中で、それは権利の平等が一番にあって、そして役割は、それは自分たちの体力にあったもの、もちろんそれはアッラーが私たちを男と女違う体に作ってくれて、それと正しい役割がある、そういうことをイスラムは私に教えてくれました。なので頑張って無理に働いているお母さんたちがたくさんいますが、実際それは大変なことで、しかしイスラムは女性に優しいことをたくさん教えています。そのことはとても感激しました。قلة المعلومات المتوفرة عن الإسلام وغياب التواصل بين الشعب الياباني والشعوب المسلمة هي من أبرز أسباب ضعف انتشار الإسلام في اليابان. ما هي علاقة أختنا آسيا بالقرآن؟ وأريد أن أعرف عن الرسالة التي وصلت إلى قلبك من القرآن. 私が初めてコラーンを聞いた時はとてもとてももう昔になってしまうのですが、でも初めて聞いた時は今まで聞いたどんな宗教的なことのよりも意味は分からなかったですが、本当にコラーンだけは心に入ってきました。それはやはりコラーンがアラビア語の素晴らしい音で掲示されたものであるし、たとえ意味が分からなくても、それが素晴らしいものっていうのがどんな人でも分かるようにアッラーがそういうふうに掲示してくださったので、日本人の私でもそれを感じることができました。そしてコラーンの美しい響きはどんなものにも変えられませんし、私は本当にそのコラーンの優しい音を聞いただけでとてもイスラームのことをまた近くに感じることができました。それは言葉でコラーンを読むよりも聞いて一番心に入ってきたと覚えてます。بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله
واستمرت خمس سنوات تصارع هوى النفس حتى استقرت الهداية في قلبها. أختي آسيا، أريد أن أعرف لحظة اعتناقك للإسلام والنطق بالشهادة، وأين كان المكان؟ أريد تفصيل بهذه يعني اللحظات المهمة. 私があのシャハーダしたのはその時は2009年のシリアでした。しかしそれまでの道のりはとても長いもので、もう5年以上渡ってイスラームに入るかどうしようか、そういうことをずっと考えていました。しかしシャハーダする、まずそれはあのラマダンの前でしたが、ラマダンが来る、みんなが待ちに待っているラマダン、私も一緒に経験したい、そう思っていました。なのでその2009年のラマダンの前に、前日にシャハーダをしました。それは私がずっと待っていたことなので、シャハーダをした瞬間は私の友達のうちでしたが、本当に涙が溢れて本当に止まりませんでした。その時、周りの人が言ってくれた言葉、あなたはムスリムとして新しい人生をまた送る。心から悪いものがなくなって、まるで赤ちゃんのように綺麗な状態になって、また新しい道を歩んでいく。本当にそれを聞いた時はとても嬉しく感じました。私がムスリムになったことをあの家族に伝えた時、家族はあもう食べ物が食べられなくなったねと言いました。でもそれを笑っていただけで、他のことに関しては全て許してもらっています。特に問題は私の家族で起きていないので、これも本当にアッラーのおかげだと思います。アクティアシア、バーダイスラムキワヒダイタアラースブハナウタアラレキ、ارتديت الحجاب وأصبحت الحمد لله مسلمة، هل تجدين صعوبة ولا لا تجدين هذا الشيء أبدا؟ 私が最初あの最初にシャハーダをした後、もちろんすぐヒジャブをかぶらなければいけないことは分かってたんですけど、そのイスラームをあの勉強している間、ずっと考えてたことはその仕事が見つからないだろうということで、仕事が見つからないっていうことは日本ではとてもあの生きることが難しくなってしまうので、そのことはずっと考えてました。でもある日あのうちあのその時はマスジドに行く時だけヒジャブを使ってたんですけど、でもある日あの大きな教会であの日曜日 の, あのお祈りがあったのを覗く見ることができたんですね。でそこでいる女の人たちはあの薄いあの髪の毛が見えるようなのをかぶって、そのお祈りが終わったらみんな外へ出ていく時、それを取っていくのですね。で私はその時もうイスラームのことをアッラーのことを信じていましたし、アッラーは決して教会だけにいるものじゃないし、マスジドだけでアッラーに会うためじゃないので、アッラーはいつも私のそばにいる、そういう思いで私はアッラーに対してヒジャブをかぶるんだっていう思いで、それからその後それを見てから私はヒジャブをつけるようになりました。でそのことでそれの後ずっとヒジャブをかぶったりしているんですけど、食べ物のこともそのヒジャブのことも自分がアッラーにどうかお願いします、簡単にしてくださいっていう思いをずっと持っていると、その困難なことよりも簡単なことの方があのもっと自分で感じることにできました。حجاب المرأة حصن لها وحماية، فالله سبحانه وتعالى لا يفرض شيئا إلا وفيه خير. كذلك فعل الصحابيات عندما أنزل الله سبحانه وتعالى آية الحجاب مباشرة، شققنا من مروطهن أي الإزار فاختمرنا بها. そのヒジャブについてなんですが、あの日本でヒジャブをかぶっていて、私はそのおかげでいつもイスラームのことを感じることができます。もしヒジャブをかぶってなかったら、誰も私のことをムスリムとは認識してくれないでしょうし、ヒジャブをかぶることによって私はイスラーム、いつもイスラームと一緒にあのイスラームをムスリムを代表しているという気持ちで生きることができます。そして私にとってヒジャブは決して恥ずかしいものでもないですし、大変なものでもないですし、イスラームに守られているという気持ちがあります。私のムスリマの姉妹たちに言いたいことは、どうぞあの自分がムスリマであることを自信を持って生きてほしいと思っています。そしてたくさんのヨーロッパの人であったりにムスリムじゃない人たちが考えているイスラームの
スラムにおける女性たちのイメージを覆してほしいと思っています。なぜならばムスリムの女性たちは心はとても自由で自分たちの意思を持ってイスラムのことを実践しています。そしてイスラムを愛しています。なので女性たちがもっと力強くイスラムを伝えていくこと、それも私たちウンマに必要なことだと思います。بعد الإسلام نريد أن نعرف الآيات التي ثبتتك على الإسلام والتي تأثرت بها كثيرا. ما هي هذه الآيات؟ もちろん私がイスラムに入ってから最初の頃はイスラムという新しい生活のスタイルに慣れるまで時間がかかりましたし、少し大変なこともありました。で悩むこともありました。しかしある時私の先輩の日本人ムスリムの人が私にアドバイスをくれました。それはスーラトアッシャルフ、スーラトアッシャルフのファインナマアスリユスラというものでした。でこれによって私は今まで抱えてた問題からアッラーのおかげで楽になった、そういうものを感じることができました。كيف ثبتتك هذه الآية التي في سورة الشرح؟まずこのアイアを聞いてから考えたことがあります。それは私が少し困難なことがあったとき、それでもアッラーが私にとって何を助けてくれたかというと、そのときに私にとって一番必要なときにたくさんの素晴らしいムスリムの友人であったり、まるで家族のような人たちを私に送ってくれたことです。私は日本に戻ってから一人でイスラムのことを実践していました。例えばお祈りにしても朝起きるのはすごく大変です。しかしたくさんの私のムスリムの友人たち、素晴らしい友人たちが私のことを励ましてくれました。そして私だけじゃない、みんなも頑張ってる、そういうふうに思えることでいろんな困難は解決しました。私はムスリムになってからただムスリムとして生きているのではなく、とても責任を感じています。 なぜならば家族の中でムスリムは私ですし、私が一番最初にムスリムになったわけですから、イスラムのこと私が少しでも家族に教える責任があります。そしてもちろんムスリムとしてムスリムの国で最初は生活したいと思っていました。そこならば食べ物もハラールですし、お祈りも問題ないですし、しかし私が日本に帰ってきたのは日本でこのイスラームがまだちゃんと知られてない日本で、もっとイスラームのことを人々に伝える使命がある、そう感じて日本に帰ってきました。بعد معاناتها في البحث عن عمل يناسب حياتها الجديدة وجدت آسيا باب من أبواب الخيروالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهي اليوم تعمل في أحد مساجد طوكيو. 私がこのマスジドで働き始めたのは今年の9月からになるんですが、そしてこのマスジドでたくさんの人が来ます。イスラームのことをもっと知りたい日本人の人たち、またイスラームについて何かちょっと心配があったり何か思ったりすることがあるけれど聞く人がいない、そういった人たちがマスジドに来て質問とかされます。そしてイスラムに入りたい人、もっと勉強したい人は本をこちらで渡したり、またアラビア語の勉強会やクラーンの勉強会、そういったものをマネージするお手伝いもしています。毎日こうやってマスジドの中で働けることはとても嬉しいことで、本当にアッラーに感謝しています。私たち日本人ムスリムはこの日本という国でムスリムとして生きているのはとても大変な時があります。しかしイスラムというのは人種は関係ありません。日本人であれ、アジア人であれ、アラブ人であれ、ヨーロッパ人であれ、私たちはイスラムというラハマ、アッラーの慈悲のもとに生きています。そして私たち一人一人がお互いを国籍や人種関係なく本当の兄弟と姉妹のように愛し合えば、私たちの運はこれからもっと良くなります。大変なことばかりありません。私たちがこれからもっと協力してアッラーのためにこの地球でこのドゥンヤの生活の中でもっと頑張らなければいけません。それは私たち自身のためでもあるし、アッラーのためでもあります。イスラームをもっと強くしっかり私たちの心の中に持って生きていかなければいけません。ですので皆さん、
頑張りましょう。ビスミラヒルラハマニルラヒーム。واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أحبابنا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتصام والاجتماع وعدم التفرقة وأمرنا ألا نفترق فقال الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وأيضا الله سبحانه وتعالى يمتن علينا بهذه النعمة العظيمة فقال وألف بين قلوبهم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 神様と一緒に生きていく、そして信仰を持って生きていく、その素晴らしさを教えている一つの宗教です。そして信仰がなければ、私たちの人生はもっと違ったものになっています。لماذا قلب بعض الناس ميت عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ماذا نقول وما نجيب عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ماذا نقول وما نجيب